やめてしまいました。君たち、なぜやめるの？カメラが来るとなぜやめるの？ただの仲のいい兄弟になってしまいます。ちょっと戦っていたんですけど、さっきカメラを呼ぶとやめる兄弟です。さあ、今日も生配信スタートいたしましたが、東京の方では都営新宿線が停電になったのそうですね。なんか真っ暗なところで、しかも都営大江戸線、新宿線か、六本木通っていうやつですね、地下42メーターのところで、停電で真っ暗っていう怖い状態ですね。なんか最近はすごいよね。それでもスマホの、動画で流れたものをニュースで流れちゃうのね。なるほど。どんどん、新たな情報が出ているということで、まあ復旧したのかな。ちょっと、この配信が始まる直前のニュースで見たので、結果的に今どうなってるかちょっとわからないんですけれども、まあ大事には至ってないのかな。ダイヤが乱れてるか、そういうことで済んでるかと思います。宮舘さん、そこまでの大規模な工事の理由は後回しにして、そう早速、昨日の休みは前から決まっていたエキストラの仕事で、アベマ TV 新ドラマによるプロレス観戦の観客役で品川まで行ってきました。すごいね、プロレス系のドラマが始まるのね。月のうさぎさん、今日は初めてクラフトに挑戦しました。ありがとうございます。行ってみたのね。でも15分ほどで、イライラして、やめてしまいました。短気なところがある私には向かないかもしれないけど、気長に挑戦したいと思います。どんどんやってみてください。誰もいない方がいいんであればそれだし、みんなと一緒にやるのもね、まあ一つですけど、これはこうするんだよなんていうのも、ありかなと思います。またちょっと機会を作りましょうね。風太郎さん、昨日は長期休暇に入る前に、仕事を全て片付けたので、遅くまで残業して、今日は一日ゆっくりして疲れを取ります。いいですね。風呂に入ってビール飲んで、ビールは僕は飲まないけどね、グデグデするのもいいですね。傍らにはチャチャチャはね、なでなでしながらいいじゃないですか。僕の方はですね、今ちょっとコンピューターの方のね、データの整理をいろいろやっています。この整理を済ませると、今すずりでね、イラストを出したりしている、パーツがいっぱいで、抽出できるかと。仕事をあちこちの、フォルダーに、入れたままにしてぐちゃぐちゃにしているのをなんとか引っ張り出してですね、系統に分けようかなと。背景とか、花とか動物とかそういうのに分けて、まあでもね、思いつくんだけど、やってる途中で自分で分かんなくなっちゃうんだよね。今日も、ハードディスク2と3に3から2に入れるやつと3から4に入れるやつがあって、それをあっちこっちでやっていて、あ、いけない、4に入れるやつを2に入れちゃったとかってなっていて、ぐちゃぐちゃになるのね。この整理が下手な、脳みそどうにかなんないかなと思うんですが、僕の場合は贅沢に、例えばでっかい容量のハードディスクを10個ぐらい並べてですね、1個ずつにこう入れていくのが一番、エコーが効いていてごめんなさい。ずっと風呂の中で喋ってるみたいでしたね。ごめんね。さて、ポンちゃん、あ、行っちゃったのかと思った。ポンちゃん、おやすみ。そして、あれ、どこにいる。ジャン君もおやすみ。